ナコソ発電所は、福島県岩き市佐沼町大島20にある、常磐共同火力の石炭、石油火力発電所。同じ敷地内に、ナコソ IGCC パワーのナコソ IGCC 発電所が所在する。常磐炭電の低品異端の活用を目的に、東北電力と東京電力及び炭鉱会社の出資により、常磐共同火力株式会社が設立され、 1957年に1、2号機が運転を開始、7号機まで順次建設された。1983年には8、9号機を増設し、老朽化した1から5号機は1987年までに順次廃止、6号機は2015年11月20日に廃止された。燃料は石炭と重油のほか、7から9号機では下水汚泥を原料とした。 炭化燃料の使用2007年から開始、1%程度根性をしている。2011年3月からは木材を原料とした、木質バイオマス燃料の使用も開始した。1から5号機の跡地に株式会社クリーンコールパワー研究所により、石炭ガス化複合発電の実証機が建設され、 2007年9月から2013年3月まで運転試験が行われた後2013年4月から15機として商用運転を開始、同研究所は常磐共同火力に吸収合併された。その後、2020年4月には計画停止され、2020年11月16日付で廃止された。2014年5月15日、東京電力と常磐共同火力は、 福島復興大型石炭ガス化複合発電設備実証計画として、東発電所構内及び隣接地に世界最新鋭の大型石炭ガス化複合発電設備を共同で建設する計画を発表。2016年10月20日には同計画を、ナコソ IGCC パワー合同会社に承継し、同社が建設、運用を行うことを発表した。 これにより建設された、なこそ IGCC 発電所は、2021年4月19日に、営業運転を開始した。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震によって、長期計画停止中の6号機、定期検査中の8号機、IGCC 実証機を含めた前期と、石炭の陸揚げに使用していた、小名浜港からの重油道管が被災した。 6月30日に9号機が運転を再開、発電所構内への石炭コンベヤー、港からの総油道管も復旧した。7月17日には8号機、7月28日には IGCC 実証機、12月21日には7号機が運転を再開した。2012年4月21日には長期計画停止中だった6号機も運転を再開。 これによりすべての発電設備が運転再開した。石炭外交船の受け入れに使用していた小名浜港の7号布頭は大きな被害を受けたが、従来東京電力が広の火力発電所向けに使用していた6号布頭を交代で使用することで6月17日から受け入れを再開した。50年の歩み1955から2005人と、 事業の記録常磐共同火力株式会社、ありがとうございます。